おはようございます。はい、おはようございます。今日はですね、ヤバイキをやりたいと思います。ヤバイキ。もうなんとなく想像ついてると思うんですけど、うん、これですね。ドン。ヤバイです。まあ梅ですね。梅、はい。梅は私多分初めてやるんだと思うんですけど。あ、そうかもしれない。うん、かもそうなんですよ。それで梅は本当に今もう初心者の方からベテランの方までたくさんやられてるんですけど、うん、で私も実は盆栽を始めるきっかけになったのがこの梅で。あ、そうですか。そうなんですよ。で梅買って枯らして買って枯らして、うん、なんで多分梅から入って花を楽しんで翌年枯らしちゃったとか枝作りができないとかって悩んでる方、うん、いっぱいいらっしゃると思うんで、そういう方のために今日は梅の徹底解説をしたいと思います。初心者でも分かる梅の徹底解説、この動画を見れば全てが分かるっていうやつをぜひやってみたい。今日情報盛りだくさんですので、もう毎回いつもなさんですね。はい、長いですよね、動画いつも。今日はね、作業よりもねちょっとトークが多くなると思うんですよ。トーク多めで、はい、ということで参考になると思いますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、これはね、甲州ヤバイというやつで、まあ、梅の中でも割とこう葉っぱの小さくて、うん、肌が細かくこう荒れるようなタイプですね。で梅の性質というところからまず最初入っていくと、まあ、花を咲かせるために肥料もいっぱいあげる。で肥料は、うん、窒素リン酸カリってあったら、このリン酸っていう、P ってやつですね、はい、これを梅に入れるといいと。花がつきが良くなります。例えばどういう、配合比が窒素リン酸カリが例えば、4対、3対5とか、うんうん、10何年なそういうようなそういう何対何ってで、それでリン酸が少し多いやつがあるんですよね。選ぶと、そう、うんうん、それとかもしくは、個別に骨粉ですね、うんうん、これを入れる。これは梅に限らず花をたくさん見たいという方はこれも一つの情報で、はい、骨粉をたくさん入れるといいですよと、うんうん、骨粉だったら、花つきがいいっていうのが一つあります。で肥料が好きだということと、太陽の光がすごく好きで、うん、はい、そうすると花つきが良くなる、うんうん、でここで梅の特徴一つ目、はい、はい、これちょっと見てなんか葉っぱ気づきません？なんかカリカリになってますね。カリカリになってますよね。梅って太陽好きなんだけど、うん、強すぎる太陽には自らこれを避けようとする性質があります。あ、避けてるんです。避けてるんですよ、葉っぱの表面を、避けてて、これすごいですよね、うん、だから自らがその強い日差しを遮るように、やめてやめてよって、うん、なってですね、ちょっとフラッシュやめてくださいみたいな、はいはい、そういう感じのこう自らがこうやって葉っぱで隠しているというのが特徴一つあります。でね、もう一つ先に言っとくと、特徴二つ目、うん、梅はですね、懐が飛びやすいです。懐の葉っぱが飛びやすいんで、はいはい、あるいは小枝が飛びやすいんで、うん、割とこう間延びする性質があるので、うん、そこら辺をどうそうさせないようにするか、はい、というのが一つ作っていくテクニックになります、うん、はい、っていうのがまあ前段の梅の性質の話ですね、はい、はい、でこれから木づくりに入るんですけど、花が見たいの、枝が見たいのっていうのが大きく分かれ道、うん、で大抵梅はやっぱり花が良くて買うんで、うん、花見たいよっていう人が多いんですけど、こういうまっすぐずっと伸びた枝に花芽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 ってやっていくと花が飛んじゃう。花が飛んじゃうじゃない、花が言ってることめちゃくちゃ、あと花芽花芽だけだとそこが全部ハメがないと枝が飛んでやがて枯れます、うん、はいはい、はい、でちょっと今日は、ボードを用意しますちょっと花芽の話ね、今言った話はこういうふうになったところに、ここに花芽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 と、はいはい、あ、で一つ言ってきましょう。花芽は、花芽とハメをどう切り分けるかってよく言われるんですけど、ハメはちっちゃい三角、これが葉ですね、これが花、なんかすごい上手っぽく見えますね、うん、花が丸く大きいやつで、ハメがちっちゃい三角ですね。例えば12月ぐらいに、はい、花が咲くのが1月とか2月ですので、12月頃こういう大きい花芽がいっぱいついていて、これがずっと花芽花芽花芽になってくると、これはやがて羽が終わった時にこれが全部飛んじゃって、これが花柄が取れると何もなくなっちゃって、やがてこの枝っていうのは枯れるケースが多いことなんです。ハメがないと、葉っぱがないから水を吸わなくなっちゃう。あ、もうだから成長できないですね。うん、ただですね、そうそうそう、もうそうそう、まさしくそうですよ、うん。葉っぱがないからね。で、ここに例えば懐にちっちゃいハメ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 みたいになっちゃう。
亀が3つ例えばあって、はい、ここに苦笑いしましたね面白くないなって、ここにこう花芽がこうあると、あ、これは理想ですよね。あ、うん、そうすると花が終わってもここに葉があるから、ここで剪定すると葉で小枝が作っていける、うん、で例えばこれが花芽しかなくって先端にここに葉があった場合は、はここまでここで切りなさいって言うんですね。うーん、死んじゃうから、枯れちゃうから。ん、どこで切る、うん、この葉の上で、葉の上で切る、この枝がこういうふうにあった時に、まあ、ここにも花があったとしたら羽目があるところの上で切りなさい。だからこの辺に羽目があればラッキーですけど、ないでずっと花芽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 で羽目になってくると、ここで切らなきゃいけない。だからさっき言ったこの丸びしちゃうっていうのはそういうことなんですね。あ、なるほど。そう、ここがこうやって花になるわけ、葉っぱになるわけですね。うん、そこが全部飛んじゃうわけですね。でその間に葉っぱがないってことは枝もできない、枝分かれもできない。そうなんですよ。だから花が楽しむっていうのはいいんですけど、枝が小枝が作れていけないので、うん、花を楽しんだ後どうなるかっていうのはみんな枯れちゃったりとか、枝作りができないっていう、そこが一番今日の問題点のところなんですね。はい、はい、でたまに花芽しかないやと思ったところのここにですね、ちっちゃく葉芽ができる時もあります。花の下に、花の下に、あるいは2つ付いたりする場合もあるんですけど、これね、見逃さないでください。こうちっちゃい花芽が、あ、花芽の下に葉芽が、うん、もう言い間違えた、葉芽がある場合もあるので、うん、ここはよく注意して、そうするとここで切れるわけですね。うん、はい、あるいはここに葉芽があればここでも切れるということで、小さい小枝作りっていうのもできていく、うん、ここからまた今度次にこう走っていくと。そうですね。ね、そういうことができるんで。だから盆栽を作るんであれば、うん、なんだろう、花よりも枝作りの方が重要だし、そう、それも今日の、ね、今日の結論ですね。うん、あ、ごめんなさいごめんなさい今日の結論、そう、そういうことなんですよ。そうですね、だから皆さん花芽を、花を楽しもうと思って買うんだけど、うん、特に園芸種なんかだと花花花って言って、その年の、まあ、翌年の、1月2月は花が満開で喜んで、うん、そうすると、それ終わってから葉芽がないんでボロボロになっちゃうと、うん、枯れちゃったりするということなんで、まあ、よくよく、もし葉芽があった場合は葉芽を注意して切りなさいよ、はい、ということですね。でちょっと話戻るんですけど、葉芽と花芽の分化期、花になろうかな、ちょうどね、この今花になろうかな、うん、葉になろうかなっていう分化期がちょうど今なんですよ、まさしく。へー。7月から8月、どっちかというと8月の前半ぐらい、うん、まさしく今花になろうか葉になろうかっていうところ、うん、今悩んでるところ、なんか野球部になろう、行こうか、サッカー部行こうかみたいな、悩んでる時なんですよ。なるほど。でも決まってるかもしれない。7月から8月が分化期なんだけども、それが分かってくるのっていうのが10月ぐらいになってこないと、芽が膨らんでこないから、そうですよね、この花と葉の芽が、うん、見極めがつかない。だから剪定をするんだったら、これが見極めのついた10月以降に、例えばあまりにも、出たり引っ込んだりとかっていうなった時に、ある程度揃えたいなっていう場合の剪定は、この花芽と葉芽がはっきりと分かった後、この葉芽っていうのを残して切るっていうんで、10月から、まあ、12月ぐらいに切る剪定時期、剪定時期ですね。はい、であと、まあ、植え替えの、ね、2月ぐらいに、2月3月に切るっていうのもあるんですけど、うん、よくその葉芽と花芽を見分けて切りなさいよっていうのは、そこら辺の10月以降になってくると。なるほど。で今は、お話ししたのは、まあ、花を見たい場合のお話ですね、うん、花見たいっていう人の場合で、今度は枝作りを優先したいっていう人、うんうん、枝作りを優先したい人っていうのは何をやるかっていうと、これはもう今実は遅いんですけど、はい、5月6月にもう剥がりをしていっちゃいます、うんうん、でちょっと短い枝、こういうのからやっていっちゃうかな、こういう、あ、もう一度ワンポイントアドバイス、よかった。ですね、先ほど、10月以降にならないとこの花芽と葉芽が大きさが膨らんでこないんで、うん、はい、見分けつかないって言ったんですけど、見分けをつける方法があるんです。あ、今の段階で、今の段階で、はいはい、葉っぱがザラザラしてると葉芽、あ、なんか聞いたことありますね、うん、ツルツルしてると花芽。あ、これちょっと触ってみてもらいます。でもカリカリザリザラですよね。いや、カリカリしてて、あ、カリカリね、カリカリしてて分かんない。これザラザラなんですよ。ザラザラかも。ちょっと花芽ちょっといいですか、向こう。みんなザラザラ、ザラザラだから。でね、甲州野梅は割とね、花つきづらいんで、うん、葉芽が多いです、はいはい、だから枝作り向いてるっていうのは、割とだから甲州野梅いいっていうのはそういうことなんですよ、うんうん、あ、まあ、花は楽しめないんですけど、まあ、枝作りには向いていると、盆栽向いてると、で、ちょっとあっちらへん行きまして、
これがね、先週ちょっと私見てて、これあの入ったばかりの方が作ったんですけど、これちょっとツルツルしてる、ツルツルだ、ツルツルですよね、はい、これ花芽なんですよ、ツルツルなんで花芽、そうするとみんな花になってる、そうすると花花花花芽全部これがこの懐からこれ 花が、うん、花芽になってくると大丈夫かなっていうのがなっちゃうわけですよ、うん、こういうところがツルツルだと懐にこれもツルツルなんですよね、これがザラザラしてればいいんですけど、葉っぱの、うん、あるところに芽ができる、うん、そうそうそう、ね、元のところに芽ができますね、うん、これあだからこれはそうじゃないですか、まさしくこの、うん、分化器、これ今ちっちゃいから羽目っぽいですけど、これは膨らんでった花になりますね、これおそらくそう、うんうん、だからこういうところに羽目がプチプチプチってあればいいんですけど、でこれが全部花花花で咲いた時に、来年2月3月になって、あやばいねって、おやあ出た、いやこれやばいじゃない、あやばいかもしれないですね、わかんないですけど、やばいねって、やばいねって、そう今ついてちゃった、ちょっと恥ずかしいパターンのあれですけどね、はい、そうということなんで、うん、ちょっと何しろハメがないと危険だっていうことは覚えておいてほしいんですね、はい、はい、でこれからまた秘密の方法を、秘密の方法、はい、今日情報盛りだくさんなんですね、情報盛りだくさん、はい、羽を作りたい場合はこういうやつですね、こういう懐の、うん、こういうところを、これ本来5月6月です、はい、もう今7月の20日なんで、全部切っちゃうんですね、あもう切っちゃいます切っちゃいます、でまあ先端はどっちでもいいです、あ少し残してもいいですし切っちゃっても構わないですけど、これだとだからもう枝作りって考えた場合はここ間延びしちゃってるんで、まあこの辺で切っちゃいましょうか、はい、剪定も含めた、もうしちゃっていいですか、いいですいいです、花関係ないから、花関係ないから枝作りなんで、でここも本当は軸が、あここにあるじゃないですか、ここにあるから、あここでもいいですね、そうすると3節残して、うん、ここ1、2、3ですね、はい、3残して、そうするとここで小枝ができたらいいじゃないですか、はい、これをやっていきます、これ5月6月こういうちっちゃいやつは、はい、で、枝作りを優先するということですね、はい、そうですね、花を楽しみたい人はやんなくてもいい、やんなくていい、あで花を楽しみたかったらどうするかっていうと、もうほっぽっとく、何もしない、何もしないで、元気にビュービューと走らせて、うん、そこに花芽がつくのを期待して、多分花芽いっぱいつきますから、なるほど、もう伸ばして元気、肥料をあげて水をあげて、あの太陽を当てて花芽をいっぱいつけさせるっていうのが、もう 花をつけ見たい場合はもう何もしない、なるほど、であとは形を少しでもそれでも整えたいなって場合は少しこう剪定をね、うん、やっていく、でできれば葉芽を確認しながらやるべきですよっていうのがさっきの話、はい、はい、ちょっとこれちょっと来てっちゃいますね、はい、ちょっとあのごめんなさい、来てっちゃいます来てっちゃいます、こういうところ、はい、先端ツルツルなのかな、でも結構口臭やばいわ、うん、全部ザラザラかもしれない、はい、ということで、だいぶ、はがりが終わりまして、はい、はがりと、まあ、滅実っていうのかな、いわゆる剪定ですよね、滅実っていうか、いわゆる剪定を、先端を詰める、あ、大体2目から3目残して、3目残しぐらいですね、一応、まあ、方向性も考えながらっていうことで、なるほど、ただ梅の場合は、あ、じゃあここでもまたもう一つ情報、情報盛りだくさん、盛りだくさんですから、雑木の場合はこう、なんていうのかな、枝がクロスしないように、はい、こういうふうにこういうふうに、うん、あの行くようにって言うんですけど、逆に重なっちゃってもいいんですよ、梅って枝と枝がクロスしちゃってもいい、例えばこういうところがこうクロスするとか、はい、下もなんかこうごちゃごちゃっとしてますけど、はい、綺麗にこう全部がこう離れていくっていうよりはクロスしちゃっても構わない、なぜですか、それは、梅らしく作るから、というのでこれ絵を描きたかったんですけど、はい、ちょっと川崎先生も言われたかもしれないですけど、女の字を書けって、はいはいはい、ね、女の字ってあんまり今女って言うと怒られちゃうんだけど、うん、こういう字ですね、はい、要はこういうね、角を作りなさいって言うんですね、うん、枝にね、枝に、うん、だからハサミ作りが本来向くんです、枝があってこういうところに枝あの小枝ができるじゃないですか、はい、した時にここで切る、うんうん、そうするとこういう枝ができるわけですね、なるほど、ここからこういく、だからカクカクっていう、カクンカクンっていう、そうすると私は絵心はないんだけど、翻訳むずそうだな、え翻訳がむずそう翻訳チーム、こういう枝が出た時にここからカクンって、うん、でここから例えばカクンカクン、あっちの方が見やすいかな、例えばこれがこういうふうに
いわゆる雑木っぽくできた時に梅っぽいかって、なるほど、こういう出るんですよ、うん、こういうふうに、うん、こういうふうにかくんって、ね、直線の枝のイメージですね、そうそう、梅は。でそこに例えばツーッと伸びてここにこう花芽がつくようなイメージ、うん、こんな、はいはい、これでいいんですよね、うん。この作り方だと枝が重なるってことですか？枝が重なっても構わないってことですね。だからここでこういうふうになってもいいってことですよ。なるほど。でさらにこういってこういってでスーッと伸びてこういう、あ、確かに梅っぽいですね。梅っぽいですよね。これ多分これ何の枝って言ったらみんな梅って多分言ってくれると思います。これ梅って言わないですよね。でこれもね言うと批判があるかもしれないですけど、例えば国風展とかでもあるんですよ、はい、やっぱり2月3月って2月は国風ですから、はい、梅が結構多くて、で見るとねこうやって枝の途中が針金で曲げたなっていうのが、でいいんです針金曲げても、はい、だけど例えばこういうところをもっと鋭角にねこうやってあの枝があるところをもっとこう鋭角に曲げるとか、そういう曲げ方をすればいいんで、それがこういう枝があるところをここをこんな風にやったら不自然だっていう、そういうことですよね。こんなことありえない、まあ、でも枝の途中で曲がってるっていう、そういう大きい展示会とかでもそういう作りのもうあるって、もうある、だからそれは決してダメって言っちゃいけない話で、それはそれでもそういう作りでもあってもいいんで、ただ梅っぽいねっていうのはこういうのが梅っぽい、なるほど、ね、この絵が下手な私でも梅っぽく見える、ね、あれみたいですよね、そういう絵みたい、その昔の絵みたいみたいな感じだと、ね、ありがたいです。まあ梅っぽいっていうのは濃いんだよっていう話ですね。なるほど、はい、だから今つまり枝は重なってもいいと、重なってもいいし、あの針金で変な曲をつけるなくてもいい、 なくていいっていう、ハサミ作りでいいっていうことですね。だからこういう途中でこういうところに曲をなんかつけたら本来はおかしいかな、この目のあるところでカクンと曲がればいいんですけど、そういう針金掛けをしてもらったらいいと思います、掛ける人は。このペンに笑いって書いたのは何なんですか？え、笑い？ペンに笑いって書いてあるの。知らない。で、笑いって書いてある。分かんない。ということで、これ用意してもらいました。ありがとうございます。はい、そうですね。で、とりあえずちょっと今切りまして、いわゆる割りと、いわゆる剪定ですね。はい、目摘みと言われるような剪定をしまして、まあ、本来の枝作りだと5月、6月にこうしていくのが枝作りですよ。で、あとはこういう伸びたやつ、少し折りだめをね、やってみたいなと思ってて。折りだめ。だからこれなんかクロスしてるんじゃないですか、完全に。だからこれでもいいですよって。こんな感じですよね。まさしくここ。はい、話がどちらかるんでいつも。で、折りだめをするのもその前にまた重要情報を今思い出した。どんどん変わってきますね。どんどん変わって、もう一つ情報があって、大事な情報を忘れないうちに言っておきます、はいはいはい、花芽を葉芽に変えることができる、それすごいと思われません？そうすごい。そうだって花芽だとその枝枯れちゃうのに、花芽を葉芽に変えられたらすごい。はい、で、それができるっていうのはね、文献に出てます。花芽を葉芽にだけどどうするっていうのがなくて、で、私が考えられるのはやっぱり測りしかないかな。予測ですか？予測です。これはだから例えばこれが花芽だったとしますよね。全部花芽っていうとここ全部懐飛んじゃう、はい、でここをこれが仮に全部こう花芽でこれ全部例えば花芽だった時にこれ枯れちゃうよ、はい、花が終わったら、した場合に何をできるかっていうと、今こういう剪定をしておくしかない。もう今先ほど言った分化期になってて、はい、もう花芽になろうとしてるかもしれない。花芽かもしれない、すでに、だけど今もう私は花芽になるんだって決めてたのを、この葉刈りをすることによって花芽に変えられるだろう、なぜなぜなぜ、いや、あの、なぜでしょうか。なぜっていうのは、葉っぱを切られたから、花芽になるつ、そのままだったら花芽になるつもりだったのが、葉っぱを切られたから、葉を出さなきゃいけない。だから勘違いさせる。葉っぱから得る栄養量が少ないから、そうそう、葉を出さなきゃって、葉っぱにしなきゃってことか。そうそうそう、死んじゃうよっていう。なるほど。そう、葉のいわゆるその危機感を呼び起こすというか、だから本来だったら葉っぱがついてればそのままぬくぬくと花になってってなっていくところを、そこを葉っぱを切ることによって、あ、いかんと、死んじゃうとこのままだと、ほうほうほう、で葉っぱ出さなきゃっていうことで葉芽にすると。
という仮説。仮説です。で多分なるんじゃないか。でもなんかぽいですね。ぽいですよね。だからただ葉と花芽をハメにするっていうのはあるって言ってるんで、多分そういうことをしてるんじゃないかなって。そうか、葉刈りしたから花の数が減る。減ったら。うん、そういうことですもんね。そういうこと。ちょっとなんか2本持ってる人実験してほしいですね。そうだから花芽だから本当あれ聞いたいぐらいなんですけどね。花芽でしょ。人のやつあれ聞いたい。人のでしょ。うん、でだって今明らかにツルツル で、 そうですね、花芽で下手するとあれ枯れちゃうから、だったら今のうち切っとこうよって、本当は枝作りってことか考えると5月6月なんだけども、今花芽になっちゃったやつを花芽に変えるっていうのはまた今のタイミング、分化期、はい、というのが今日もちょっと一つのチャレンジですけど、そういうことができたらね、どなたかチャレンジしてもらえるといいんですけど、はい、はい、ちなみにあの私あれですね、ちょっともう尺大丈夫なので、折りだめは、あの過去に川崎先生がやってる動画があるんで、なるほど、そちらの紹介というだけでいいですか。そうですね、あ、わかりました。じゃあそれとあとね、私はねちょっと針金でやろうかなと思ってたんですけど、あ、そのパターンがある。パターン、いや、あのね、折り紙もいくつかあって、川崎先生はこう潰して、組織を痛めて、でそこでこうギュッと曲げてたんですよね、で、それがまあ一つあると思うんですけど、もう一つね、私がどうしやろうかなと思ってたのは切れ目を入れて、折ると、その方が鋭角にいくんじゃないかな。なるほど。でそれも外側を切る場合と内側を切る場合と両方あっていいかなって思います。外側を切る場合は完全に口がパカッと割れますから、そこに本来は何か塗っておいた方がいいと思うんですけど、内側に切った場合っていうのはここの内側に切れ目を入れてこうやってやるとここがくっつくんで、綺麗に仕上がるかな。だからおすすめは下側を切ってそこをグッと折るとおすすめなんですけど、うっと折った瞬間に外側欠けたら、今度内も外も切れるんでリスクはあるということはあります。ただそれが成功すれば仕上がりは良くなるかな。でちょっと私がじゃあ一個だけやりましょうか、あの、試しに、あのどうなるか分かんないんで、それは針金バージョンもあっていいかな。頭の中で考えてるってことですね。考えてるかも、あの今回私この針金やるの初めて、ですで、例えばこの辺をここら辺曲げたらいいかな、あまり間延びしてもしょうがないんでここら辺曲げたいなって言った時に、あ、それで、先ほど言ったように、折りだめする時も懐は切っちゃう、切ってハメにするために、葉っぱを、葉っぱをですね。あ、それで、この時期はね気をつけないと結構折れることもあるので、ここはちょっと注意した方がいいですね。だいたい言いたいこと言ったかな、言い残すことは、言い残すことないかな、なんかいろいろあったんでちょっと順番ぐちゃぐちゃになってもらうかもしれませんけど、順番ごちゃごちゃってしてるのは見ました。でも植え替えとかその辺は普通ですよね。そうですね、3月とか3月とか、あと2月、あの花が終わって、花が終わった時にいっぺんにできるみたいですね、あの、剪定植え替えと、そっくり。あ、そうですよね、まあ、そうですよね、そうタイミング的にね、花終わりぐらいで全部やる。そうですね、君のミニ盆栽日和でやってました。昨日見て勉強してきました。君のミニ盆栽日和で勉強して、今日ここで発表でしょ、それをそのまま発表してるっていうだけで、あれ見てれば間違いないですね。間違いないですね。じゃあこれ見なくてよくないか。途中、秋田は君のミニ盆栽日和を見てもらえれば、情報的には正しいと思います。有料チャンネル、私は経験値で言ってるんで、新藤さん多分いろいろ調べて、そうですね、文献調べて言ってるから、はい、で、曲げるのもさっき言ったみたいにくねくねくねと曲げたんではよろしくないということで、カクンと折れるかどうかですね、ちょっとやってみたかったんですよ。曲げたいのはね、どこでもいいんですけど、この針金の外側こっちからこっちですね、ここも曲げてみましょうか、はい、ここを曲げるためにこういうふうに曲げると多分 U の字になっちゃう、緩やかなカーブになっちゃうから、それなんでこのやっとこを使って切れ目で入れないで、でやってみようかなって、どうなるか、折れるかどうか、ちょっと癖はつけとかないとダメか、ここね、できるだけ鋭角に折りたい、やっとかいらなかったな、やっとかいらない、やっとかいなかったですね。切れ目はまだ入れないですね。切れ目入れてないです、だから入れないといけないかっていう話。はい、切れ目入れてやる方法をやるのかと思って、あ、ごめんなさい、あ、切れ目入れる方法があるんですけど、入れないで、カクンってできないかって
ことをやってるんですね、ということをやってます、はあ、はいはい。でそれが U の字じゃなくてカクンと折れないかっていう、なんでこの、直線的に保つためにこれを使ってるという意味なんですよ。説明下手でしたね。切れ目は入れないですね。そう、入れないです。何度も言って入れないですね。入れないです。切れ目入れないで、ここをカクンと、ちょっと曲がりましたかね。あ、こっちなんか曲がった感じしますね。そうですね、うん、だ逆にこう少しこうなるのが嫌なんで、うん、これは少しちょっとこっち側にぐらいでもいいかもしれない、うん、梅は枝が折れても生きてる時があって、こういう風になるっていう、うん、だから針金かけても折りだめできないのっていうのがちょっとやってみたかったっていう話ですね、うん、これも、できたらこの辺を少しこう曲げてみたい。でこれを上に折りだめ、うん、もう どっちでもいいですね。さっき言った女の子はこれだから自然の中じゃ長さそうですか。あ、でもいいんじゃないですか。あの剪定でこう折れて折れて枝が折れてたから どっち向くか分かんない。そうかそうか、うん、上にそこから向かって枝が出たってこと。そうそうそう、だからそう、上行く枝が折れて下行ったっていうし、一回はこれ昨日ちょっとほらねじりながらやるっていう動画が出てましたけど、あれよかったよかったよかったとか言って、あーでも結果的にちょっと割れたけどいいんじゃないですかね。ここ少しこうやっぱ割れますか、針が当たってないからね、うん、はい、だけどいいんじゃないですかね、こんなんでね。なるほど。だからこれでこういってこういっちゃうと普通だから、もう一回こっち行くとかね、もう一回いっちゃいますか。もう自分で言って自分で納得してるって。でそれで本当はその、こういうこの平らなところを使って、平らな平らなこう挟んでここでこう曲げるイメージだったんですね。だからこれやっとこう使えるんです。こう平らなところいっぱいあるから、はいはい、ペンチだと先端だけじゃないですか、うん、こういうところで平らに挟んでここでこういうふうに折るっていうことをイメージしてるんですけど、まあ、なかなかできない。やっぱり長くなっちゃいましたね。情報満載でしたね。情報満載でね、うん、今日これ見たら梅をやりたくなっちゃいますよね。だから買って今年買った人はね、まあどうするかって話は、まあとりあえずもう、花を楽しんで、うん、あとは葉を残して、うん、と枝作り来年からですね、うん、という感じで。どうですかね、ちょっと違和感ありますけど、よく分かんなかった。これなんか柳川の方が良かったかもしれないですね。まあ、いいまあいいですかね。1個ぐらいでいいような気がしますけどね。1個ぐらいでね。そうそうそう。まあこれはこの後ちょっと私の趣味で、ね、後でやっていきますんで。実験とかもあります。え、そうですね。ということで。要は足りないところに例えば枝をね、配置させるとかだと折りだめとか結構、うん、そうですね。空間を埋めるためには使える技かなっていう、はいはいはい、そうですね。気はします、ね。いきますよね。だからこういうわざとクロスさせたりしてね。うん、こういうね。はい、ねえ、あでもなんかまあいいや、はい。あと話したいことはありますか。梅に もういいですかとか言われて、梅に関してもう言いたいことないですかとか言って、大体言ったよね。花芽を作るのか、うん、あごめんなさい、じゃあ最後に、じゃあどうするか、理想結論、理想は、まあ、結論ね、結論、車さん的結論、私的な結論、まずは、1年目2年目はやっぱり枝作り優先した方がいいかな。だから、5月6月に見切りをして細かいまず枝作りをしていくと、うん、もさっきの話に戻るんですね。最初のうちはこういうところの枝作りを先にして、はい、でそこを作った後にこういうバーッと伸ばして花を楽しめばいいんじゃないかというね、うん、これも梅らしいんですよ、このまっすぐも、はい、直線的なっていうのは。だから、まあ、枝作りっていうのは できるだけこういうふうじゃなくてこういうふうにしていく。で、うん、初年度1年目2年目はこういう懐の枝を作っていって、で3年目以降でこういう花芽を楽しんでもらえればいいんじゃないかなっていう、うん、まあ、その盆栽として作るならってことですよね。そうですね、多分皆さん、ね、あの花満開の梅買ってきて、うんうん、そうそうそうだと思うんですよね。そうなんですね、そうなんですよね、うん、そうだから、まあ、もうね多分10月11月ぐらいに、お正月用にって買ってくる梅ってもう花芽になっちゃってるかもしれないですけど、うん、その時はもう葉芽を探すっていうことですよね。なるほど。何しろもう葉芽を探してそこを残すっていうのが翌年、うん、
これやらずに、全部切っちゃうと、全部切っちゃうというか、まあ、花から全部きれいに取っちゃうと、うん、雨も一緒に取っちゃうことになるんで、ね、こういうところに雨がついてる場合もあるんで、はい、これも残して切るようにすればまだ枝作りっていうのは来年以降できるんで、うん、これまあ注意してくださいっていうことですね。羽を探せ、はい、っていうことでいいですかね。はい、はい、ということで今日は情報盛りだくさんで、うん、はい、お送りしました。海を楽しんでください大丈夫ですか。じゃあチャンネル登録といいねを、はい、よろしくお願いします。韓国の方もよろしくお願いします。なんで韓国語韓国語で言うとかじゃない韓国語で、うん、はい、アニハセヨでね、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。あの、え、彫刻について触れなかったけど、あ、彫刻、あ、そうですね。じゃあおまけコーナーで、おまけで彫刻、おまけコーナーで、そうだな、言わせた。やっぱりやっぱり男の木か女の木かっていう話があって、うん、小白梨ですよね。松とか塗装だとか新白だとかっていうのは男性の木なんで、シャリだとか魔人だとかって作るんですけど、たまに勘違いして雑木なのにシャリを作るだとか、あるいはその天神を作るだとかって雑木で勘違いされる方いるんですけど、うん、雑木はやっぱり女性の木なんで、やっぱり傷を作らずに、優しく作ると。じゃあ梅はっていうと、やっぱその中間なんですね。中間、梅は中間です、うん、だから鉢もだからこういう色鉢でもいいですし、うん、で鉢も意外と古い、あの、合います。なんで、シャリは入れます、うん、はい、で実際に、まあ、街路なんかにあるような梅なんかでもシャリって結構あって、うん、それは、シャリを彫刻して荒々しく、シャリを作ったり陣を作ったり、します。でもう一つはね、これもワンポイントで、これは当時園ならではっていう話なんですけど、うん、梅を買う場合は一重を買いなさいっていうのが、まあ、当時園のってこれはもう前提にしておきます、うん、はい、はい、で、八重の、あの花もたくさんありますし、展示会などもいっぱい出てるし、それはそれで楽しんでいただければいいと思います。八重もいいですよね、花が綺麗でね、うん、ただ当時園の場合は、まあ、わびさびっていうのを大事にするっていうことで一重を買いなさいっていうのは、まあ、言われてきたことなんですけど、はい、今はもうそういうのは縛られることなく、うん、なんかこう広めたいという私の考えなんで、八重もいいと思いますけど、まあ、そういう考えもあると。だから漢字の時に枝がこう細かく出てる先っぽにちょんってある、そうそう、人への、そうなんです、花がわびさびでしょ、わびさびっていうことですよ ね、 ううすね、当時の教えは、はい、そうなんですよ。だから、うん、例えばカリンなんかもね、実をいっぱいつけるんじゃなくて、やっぱり一つとか二つとか、うん、ポツポツとこうやるのが、まあ、わびさびなっていうことなん で、 そうですね、引き算の文化、引き算の文化、うん、そういうことですね。というのを少しおまけコーナーで、はいはい、彫刻は時期はありますか。彫刻はやっぱり冬の方がいいんじゃないですかね。冬、まあ、あの、今いつもできますよ。できますよね。できますできます。春に一気に寝ちゃう人も見たことあるような、うん、あの、冬、これも考えようで、冬の方がやっぱり休眠期なんで、うん、多少荒い仕事しても平気だっていうの考えもあるし、あとは肉巻きを早くしたいっていう場合では成長期にやった方が、うんうん、で特に、今の時期っていうのは多分梅もこう向きやすいんだと思うんで、うん、やるっていうのはあると思いますね、うん、だから年中できるんじゃないですかね、うん、やってもいいと思いますけどね。なるほど、はい、ということでぜひ梅を楽しんでいただければ、はい、2度目の2度目の話をおまけですから、ね、はい、おまけですけど、すごくお勉強になりましたね。今日はもう真面目なトークの回で、真面目な、はい、次回は次回は何しますかね。でこのぐらいの感じで別の種類の木も、樹種のね、樹種のね、この樹種の特徴みたいな話をね、梅長寿梅で欅もいっぱいやってるじゃないですか。そうですね、何がいいんでしょうね。なんか赤松しょっちゅうやってるから、赤松とか、だから赤松シンパズク以外でね、うん、ちょっと人気のある樹種、あ、それ見たかったんだってやつをね、リクエストお待ちして、あ、リクエストこちらの方に、はい、ね、よろしくお願いします、うん、お願いします。はい、おまけコーナーです。一応全部掛け終わりました。先端は、枝が傷んでる可能性もあるんで、一応ちょっと葉っぱつけました、うん、懐は繰り返しですけども、羽を作りたいから、はい、はい、全部切るということですね。仮説ですよ、いや、すいません一応仮説、喋んなくてよかった。あ、仮説ね、あ、そうです、仮説、仮説です、今、はい、の仮説でも、はい、当たってるっぽい、当たってるっぽいですかね、はい、ということで、さっきね、ちょっと言い忘れましたけど、結構爪で内側痛めつけながら折りました、うん、うん、はい、それをさっきちゃんと言えばよかったですねあの切った時にね、切る代わりに爪でギュッとこう押さえつけながら結構曲げました、うん、こんな感じで、だ折りためもこんなんでもいいんかなっていう話です。はい、はい、おまけの、おまけで、はい、まけ、ありがとうございます、失礼します、はい